ね、ちょっとまあずっと対戦ばっかっていうのもあれなので、まるまるさんとお話しようじゃないかと。お話、はい、ということで、いろいろとですね、まるまるさんに対してこんなこと聞きたい、あんなこと聞きたいっていうのがもうどしどし僕の方に届いてますので、質問とか、はい、そういうものが、もううちのパソコンパンクしちゃうぐらいしたので、ああ、そうですね、はい、まあ、どんどんしてるんで、まあ、サクサクいっちゃうと思います、はい、先生っていう称号はぶっちゃけどうですかと。ああ、確かにもらった直後は、はい、ひどい称号もらったなと。ひどい称号、はい、なんで？いいじゃん。それまでにはやっぱ大軍師とか、ああかっこいい称号が出てたんで、なんか大軍師とかさ、そういう感じじゃないじゃん。確かに、まるまるさんってなんか先生みたいな感じだもんね。ん今では結構そうなってるんですよ。他にはですね、まるまる先生、画面に出てきたら、思わず舌打ちしてしまうような勲章誰ですかと。勲章名。ああ、なるほど。一番はアシミさんですね。アシミさん？これ負けちゃダメだろうぐらいな。でもそのあれデッキアシはすげえきつくて、なんかもう、なんでこんなにきつかったんですかぐらいな。あるんで。結局みんなの前でイチャイチャしたかったからね。何言ってんすか。そっちの件は本当どうなったんですか。もしも、全部署が丸々がカードだったら。カードだったら、はい、どういう質問なのそれ。どんなスペック。あスペックコストは 1.5 コスト。 1.5 コスト。なんか 1.5 っぽい。 1.5 っぽい。なんでも乗るでしょ。 1.5 で36。 1.5 で36。使わないよそれ。いや 1.5 36不平、K6 とか。K6 でいいの。はい、そりゃもう完全に劣化版じゃないの。謙虚ですね。なるほど。他にもですね、はい、今までの生徒で、成長した人っているんですかと。生徒、はい、いろいろ教えてですね、はい、実際先生としていろいろ教えた方っているんですか。ありますね。いるんですか。はい、西島さんとか、ブンブンさんとか。あ、いるんですか。西島さんとか、ブンブンさんとか。はい、いるんですか。この最強空襲を探せで、はい、行くたびに、はい、終わった後に地元の深夜県政行くのがもう3日になってます。あ、そこで授業してると。はい、そこで一緒に見ながら、はい、それで、でもね、どっちの方がいい生徒なんですかね。それはやっぱ西島さんの方が、はい、大変ですから。あららら、ちょっと今ここで成果見たくないですか。成果ですか。あー、もう見せていただいてもよろしいですか。いいですか、ちょっとやってもらって。これは知りたいよね。ほら、その腕で解説しちゃうのみたいなね。だからほら、どっかの掲示板とかで、なんであいつらが解説してんだよって言うんですけど、ね、もう見たら違う。あ、なるほど。見ても分かる。じゃあ、まるまるさん的には今日は黙らせる、みんな。そうです。ちょっと、ブームさん怖いんですよ、大丈夫。全然やりたくない感じじゃないですか。すごいローテンションで、今どうやってテンション上げようかな。テンション上げたいんですか。大丈夫です。大丈夫です。いくらでもありますか。はい、ちょっと飲んでないです。カード1枚もらっていいですか。カードカード。パッとパッとパッと。リュービー以外パッと、これパッと。はい、これはいいカード。フォートナー、これはいいカード。みんなにじゃなくて、ブームさんに。ブームさんもうフォートナーじゃなくて、車輪の電柱。やんないやんない。いや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 、ブンブンブンってブンブンブンってやんない。むしろ下がってんじゃん。やりましょう。やりましょう。対戦で対処上げましょう。はい、どうしましょう。はい、本当に久しぶりなんで。本当に久しぶりなんで。はい、あ、本当ない。勝てる自信はあるんですか。いや、自信とかじゃなくて、あ、やっぱこの人うまいんだなみたいな。ああ、そういうところを見せられる。はい、かっこいいっすね、ちょっと。かっこいいな。だってそういう場でしょ。そう違う。いや、正しいです。違うんだ。いや、もうそういうことを言う人って絶対ボロボロにかけないですね。前からそうですから。大丈夫ですか。西島さん、はい、西島さん、はい、いや、もうね、なんか、ね、最近ね、やってくれてないんですよ。あ、俺はどんだけ毎晩ね、深夜の11時ぐらいから自転車でね、20キロの道のりの途中、5キロぐらいしか走ってないところで深夜の2時ぐらいまでやって、負け越して悲しい思いして自転車漕いでるかっていう。それぐらいやらないと。それも期待せんね。うまくならないから。はい、才能が違うんで。あー、ゲームの才能が。確かに久しぶりだろう、なんだろうが。はい、見せてやると。これちょっと楽しみだね。楽しみ。じゃあ、フェイスの方、じゃあスタンバイしてもらって、はい、よかったんですけどね。はい、ここでちょっとまるまるさんのダメ出しじゃないですけど、あ、そうですね。はい、どうでしょう。そうですね、やっぱり結局ライン上げるのは辛いじゃないですか。はい、で、副編をなんか序盤に前出したのでも持たなかったんですよ。ちょっと半端にね。はい、まあ、でもこうやってね、教わってもそんなに成長しないものなんですね。
あれだから、後で、後でまずいよ。若干なんか微妙な空気になったのか、どうすればいいこれ。仕事来ない、カード来ない、カード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 カいやいやまあ、いやブームさん正直あの久々なんでハンドスキルとかで使えないんで妥協しました。すいません。あじゃあ一応丸丸さんの方からシムスのプレゼントは。あ、いいな。はい。これもあの有明の畑で使ったやつなんですけども、はい、有明じゃない。ああ、ハンドがいいよ。いやこれちょっとブンブンさん似合うんじゃないですか。似合うんじゃないですかブンブンさん。いや似合わないよ。いいなー。似合う。いや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 。ああ。いる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 。いるいる。あなたでしょ。マスクみたいだな。見えない。やってくれるのかやってくれる。めっちゃ超ね目細いんですよね。めっちゃ面白い。ありがとうございます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 。さあまた。ちょっとやりたいな。悲しんでんのか笑ってるのか分かんないよねこれ。とりあえずはお二方に拍手をいただきました。ありがとうございました。まさに藤原さんでした。ありがとうございました。お疲れ様でした。最高の試合ありがとうございます。すいません。それでですね、まるまるさんの今までの。まあ、今まで対戦をやってきた中での、はいはい、まあ、ベストバウトの試合を選んでもらって、おこの画面に出るようにしていただいているので、ここあなるほど、いいです、ね。まあ、それを見ながら、はい、まあ、俺つえは、実況をしてもらおうかと。いや、俺つえでいいよ。